はい、皆さんこんにちは。今回はですね、お久しぶりでございます。 100% データシリーズということで、白黒 100% 分けられるデータというものを紹介していきます。で、もう最初に言っておきますけれど、今から紹介するデータは今までが 100% そうやって振り分けることができただけで、今年の秋華賞でもそうなるかっていうのはちょっとわからないです。まあ、競馬っていうのは展開だったり馬の気持ちによって着順が大きく変わったりしますから、まあ、絶対に当たるだなんてそんな乱暴なことはちょっと言えないです。まあ、でもですね、それを聞いて予想の参考だったり、純粋にそれが崩れるかっていう目線でワクワクすることはできると思うんですよね。で、僕はそういうのを自分で探すのが好きだし、自分で面白いなって思ったものはこうやって人に言いたくなってしまいますので、こうやって動画にしています。ですので、まあそれを受け入れてもらった上で、こっから先の動画を見てほしいなというふうに思っています。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、前置きはこの辺にして早速中身に入りましょう。どうぞ。さあ、ということでまず一つ目はこちらです。1番人気もしくは2番人気が勝つと思っているのなら、2番人気の単勝オッズが 3.8 倍以上の時1番人気にかけ、 3.7 倍以下の時2番人気にかけるべき。はい、ということで、1番人気もしくは2番人気が勝つと思っているのなら、2番人気の単勝オッズが 3.8 倍以上の時1番人気の勝利にかけ、 3.7 倍以下の時2番人気の勝利にかけようということなんですが、これどういうことかって言いますと、秋華賞全24回のうち、1番人気もしくは2番人気で決着したことって全部で15回あるんですけれど、この時のオッズをそれぞれ深掘りしてみると、どうやら2番人気の単勝オッズが 3.8 倍以上の時は1番人気が勝っていて、 3.7 倍以下の時は2番人気が勝利しているということだったんですよね。はい、まあ論より証拠ということで、その証拠を例によって見せていきたいなというふうに思うんですが、はいはい、全24回のうち1番人気が勝った秋華賞っていうのはこちらの7年になるんですが、ご覧のように2番人気の単勝オッズが全て 3.8 倍以上になってるかと思われます。はい、ところがですね、全24回のうち2番人気が勝った秋華賞っていうのはこちらの7年になるんですが、ご覧のように2番人気の単勝オッズが全て 3.7 倍以下になってるかと思われます。はい、ですので、したがって1番人気もしくは2番人気が勝つと思っているのなら、2番人気の単勝オッズが 3.8 倍以上の時1番人気の勝利にかけて、 3.7 倍以下の時には2番人気の勝利にかけてみるのがいいんではないかということなんですよね。はい、いかがでしょうか。うん、まあ、1番人気もしくは2番人気が勝つんではないかと、もう3番人気以下の勝利は考えていませんと考えてる人のみ使える思い切ったデータになっているんですけれど、まあでもね、ここまでオッズで綺麗に分けることができるのは、他のもう G3、G2 含めても全然ないので、1番人気もしくは2番人気の勝利しかないわと、もうここを前提としているのならば、もう場合分けとしてはこの2つしかないわけなので、もうオッズで考えてみるのも悪くないかもしれないということなんですよね。はい。で、まあ、ただですね、ちょっとごめんなさい。1年だけ、実は例外の年っていうのが出てきてまいりまして、それがこちら2004年なんですけれど、この年はですね、ちょっと2番人気が勝利しているんですね。なので2番人気のオッズは 3.7 倍以下だと思ってオッズを見てみると 3.8 倍以上になっているんですよね。で、一応ですね、まあこの年の言い訳をするのであれば、1番人気に支持された馬、ダンス・イン・ザ・ムードという馬でして、この馬、秋華賞をアメリカンオークスに出走した後のアメリカ帰りで出走しているんですよね。しかもぶっつけで。なので、まあ後にも先にもね、もう人気までこういうローテーションで走ってきた馬っていないので、まあこれはちょっとまあ例外として分類してもいいんではないかということで、これを 100% データとして紹介させてもらいました。はい、で、ちなみにですね、秋華賞の前身であるエリザベス女王杯、まあ1995年以前はこれが三冠レースの一つだったわけですが、このエリザベス女王杯でも実はこのルールが適用できまして、まあ、ちょっとオッズに影響しちゃうので、ちゃんと今と同じように18頭立てになった1990年から見てみますけれど、こちらのエリザベス女王杯でも2番人気が 3.8 倍以上なら1番人気が勝っていて、 3.7 倍以下だと2番人気が勝利しているということになっているんですよね。
はい。要は1番人気と2番人気のオッズの間隔が狭い時には2番人気にも分があって、反対に断然の1番人気、その間隔が広い時には1番人気がそのまま勝ってるよというね、もう非常にシンプルな話なんですよね。はい。で、僕結構オカルトを探すのが好きで、もう全住所を見ていますけれど、ここまで綺麗に分かれるのは本当に秋華賞ぐらいなんですよね。例えば来週の菊花賞なんかも、断然の1番人気でも、例えばミホノブルボンの時みたいに2番人気が普通に負けていたりだとか、里のダイヤモンドの時みたいに1番人気と2番人気のオッズの間隔が狭いのに1番人気はそのまま普通に勝っていたりだとか、かと思えばその逆も普通にあったりとかして、もう本当にバラバラでシンプルにこの線引きってできないんですよね。なんですけれど、まあ、秋華賞はこれがその前身であるエリザベス女王杯時代も含めてできるということになっているんですよね。はい。なのでまあ繰り返しにはなるんですけれど、まあ、1番人気もしくは2番人気が勝つというふうに思っていて、この2つの場合分けしか考えないよっていう方のみ使えるものにはなっているんですけれど、そういう方はですね、ぜひこのデータをちょっと参考にねしていただきたいなと思っております。ちなみにですね、1番人気のオッズが 3.1 倍以上になると3番人気以下の馬が勝利するっていう場合分けもありまして、さっき挙げた1番人気もしくは2番人気が勝利する秋華賞っていうのは15回あったんですけれど、それ以外の人気の馬が勝利するっていうのは当然それを差し引いた分の9回になりますよね。で、この9回には実は共通点がありまして、それっていうのが1番人気のオッズが 3.1 倍以上だったということなんですよね。はい。で、ごめんなさい。実はこれにもですね、まあ、例外がございまして、まあ、ちょっと今はですね、まあ、最初はね、ちょっとこう分かりやすいように、束ねて9回には共通点があるというふうな言い方をしましたけれど、実はこのうちの3回が 3.1 倍以上だったけれど、1番人気もしくは2番人気は勝利していたということがありました。なので、そのことをちょっとお伝えしておきます。はい。まあ、でもね、これもエリザベス女王杯時代から、まあ、高確率で当てはまっているデータになっていますので、まあ、そういう意味では、まあ、今回のデアリングタクトの人気はね、3倍以上にはならなそうなのかなということを考えると、まあ、3番人気以下の馬が勝利する確率っていうのは、極めて低いんではないかということがね、このデータから言えるかと思います。まあ、ぜひね、お酒のおつまみ程度にこのお話を聞いていただければなというふうに思っております。すいません。秋華賞にまつわる 100% データ、二つ目はこちらです。オークス2着馬は、秋華賞で3番人気以下になると、連帯できない。はい、ということで、オークス2着馬は、秋華賞で3番人気以下になると、連帯できないということなんですが、オークス2着馬って、秋華賞で3番人気以下になると、成績がものすごく悪くなるんですよね。はい。こちらにですね、グレード制導入以降の秋華賞、そしてその前身であるエリザベス女王杯で3番人気以下だった馬の成績を出しております。もちろん、オークス2着馬のみの成績になっているんですが、見ていただくとですね、0-0-2-13ということで、もうほぼ勝ち負けには絡んでいないという成績になっているんですよね。はい。とまあそういうことなので、オークス2着馬で当日3番人気以下になってしまったら、まあ連に絡む馬券はいらないんではないかというふうな話なんですよね。はい、もう非常にシンプルです。で、これまあ3番人気以下だし、この結果まあ当たり前なんじゃないのかなって意見もあるかもわからないんですけれど、でも実際この成績に反映されてるのってオークス2着馬であって、当時秋華賞を予想していた人たちにとっては、いや、オークス2着馬だもんな、ちょっと切り切れないなっていう思いは結構あったと思うんですよね。なのでまあ割と実用性のあるデータになると思いますし、その心配とは裏腹に結構馬券外に飛んでる結果になってるんですよね。はい。で、これ実はですね、オークス2着馬2番人気の復讐っていうファクターがありまして、まあ、ありましてっていうか、もう勝手に僕が見つけて僕が勝手に名付けただけなんですけれど、ありまして、これオークス2着馬で当日秋華賞の人気が2番人気ドンピシャだと、またちょっとこう悔しい思いをしてたまるかっていう思いが人馬ともに駆け巡るからなのか、成績がめちゃめちゃ良くなるんですよね。はい。この着外の馬も大敗とかじゃなくって4着なんですよね。惜しい着外なんですよ。はい。に対してこっちの3番人気以下の馬っていうのは、平均着順がですね、僕これせっせと集計して調べたんですけれど、8.4 着だったんですよね。割とみんな大敗してるんですよ。
で、そう考えると、まあ人気なんて大して変わらないし、てか元をたどればみんなオークス2着馬になるわけなので、ここまで差がつくっていうのは結構変な話ではあるんですよね。はい、なので、まあここに何か呪いがあるんではないかということで、まあ当日3番人気以下になってしまったオークス2着馬は、まあ正直もう馬券にも入らないようなデータになるんですけれど、まあ一応保険をかけて連には入れなくてもいいんではないかということになるんですよね。はい、まあぜひですね、こちらのデータを参考にしていただいて、今回該当するのはウィンマリリンですかね。ぜひ参考にしていただきたいなと思っております。そうなんですよね、なんかウィンマリリンってノーザンの馬じゃないし、今回前哨戦を使ってきていないしで、結構わかりづらいというか力を測りづらい部分のある馬じゃありませんか？なんか新聞なんかにも扱われづらくって、本当に情報がないみたいな、そんな馬だと思うんですよね。なので、そういう馬なので、何かヒントになるものがあればいいかなっていうことで、まあこういったデータを共有してみました。なので、何かの参考になればいいかなって思っています。まあ本当に飼いづらいし、切りづらい馬になってると思うんですよね。で、ちなみにですね、オークス2着馬、1番人気に押されて、おごり高ぶるっていうデータもございまして、まあ、ございましてっていうか、まあ、僕がまた勝手にこれも作ったデータなんですけれど、オークス2着馬で、秋華賞で1番人気に支持されると、成績がめちゃくちゃ悪くなるっていうね、ことがあるんですよね。はい。てか本当にこうやって並べてみると、2番人気になるとなんでこんなに成績が良くなるんだろうっていうぐらい、2番人気の成績が本当にいいですよね。本当になので、2番人気には何かこう見えないオカルトの力が働いてるとしか思えないくらいのね、ことがあるんですけれど、はい、ということなので、当日、ウィンマリリンが何番人気になるのか、今から楽しみで眠れません。秋華賞にまつわる 100% データ、最後はこちらです。二冠牝馬が出走するときには、ローズステークス4着以下は馬券に入れない方がいい。はい。ということで、二冠牝馬が出走するときには、ローズステークス4着以下は馬券に入れない方がいいということなんですが、これどういうことかって言いますと、デアリングタクトが勝つと、デアリングタクトを1着固定にする馬券しか買いませんっていう方には、ものすごい威力を発揮するオカルトなんですけれど、ちょっとこちらをご覧ください。はい。はい。こちらはですね、二冠牝馬が出走する時のローズステークス組の秋華賞の成績になるんですが、まあご覧のようになっているんですね。で、これをですね、ローズステークス4着以下の馬だけの成績に変換してみると、こんな感じになりまして、もう勝つか馬券外かの2択になっているわけなんですよね。はい。で、これってよく考えてみると、さっき言ったようにデアリングタクトを1着固定にするというふうに考えているのであれば、もうこの1着の席は埋まるということですから、もうこのデータから言うと、着外しか席は残っていないわけなんですよね。はい。なので、まあ、デアリングタクトが勝つと、1着固定にした馬券しか考えていないですよっていう方はですね、ローズステークス4着以下の馬っていうのは馬券に入れない方がいいと、そういうことなんです。はい。で、ちなみにですね、まあ、これだけではちょっとデータとしてのサンプルが少ないなというふうに思いまして、秋華賞の前身であるエリザベス女王杯の二冠牝馬、まあ、ベガ、マックスビューティー、メジロラモーヌの年のローズステークス組の成績も調べてみたんですけれど、なんとこちらもですね、ほぼ馬券外の成績になっているんですよね。はい。で、この3着1回っていうのも、4着からの3着なので、まあ、何かの誤差なのかなと、いうふうに考えれば、この参加に挑戦するお嬢さんが出るときっていうのは、何か見えない力が働いて、ローズステークス4着以下の馬っていうのは、まあこういった極端な成績になってしまうということだと思うんですよね。はい。で、なんか最初は、まあ三冠挑戦で、こうやって一頭強い馬がいるわけなので、まあ最重要ステップで4着以下に負けてしまうってなると、じゃあもう一発逆転で、紛れに期待して、大味な乗り方を一丁試してみるかってことで、まあそれが運よくハマった馬とハマらなかった馬の、まあ成績になってるのかなって、こう極端な成績になってるのかなって思ったんですけれど、これよく見ると、勝った馬2頭っていうのは、アパパネとスティルインラブなんですよね。つまり、三冠牝馬自身なんですよね。なので、これも実質、牝馬三冠に挑戦する馬が出る時の年っていうのは、ローズステークス4着以下の馬っていうのは、もうほとんど、てか全く馬券にならないんですよね。はい。なので、まあ、今年もそういう風になるかっていうのは、ちょっとわからないですけれど、今年のローズステークス組も、何か見えない力によって3着以内っていうのは、拒まれる可能性が高いんではないでしょうか。
まあ、ぜひね、デアリングタクトを頭で勝負するよって方はですね、点数を減らすための一つのヒントにしてみてください。はい、ということで今回は秋華賞にまつわる 100% データということで、こちらのデータを紹介してみました。ぜひ、いろんなところで共有してワクワクしてみてください。はい、はい、以上。ということで今回も最後まで本当にご視聴ありがとうございました。ではまた明日の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。はい、すいません。